外行動物は小さな軍隊を作って生活する動物である。サンゴに似た炭酸カルシウムなどの外壁からなる軍隊を作る。一般にはコケムシの名で呼ばれる温帯から熱帯の海を好むが世界中に分布する。約8000種が確認され、その何倍もの種類の化石が知られている。外行動物の軍隊は山型、扇型、小枝型、 線抜き型など様々な形を取る。外壁には小さな穴が無数に開いていて、それぞれが古中と呼ばれる個々の個体である。これらは、口から肛門まで続く、消化管からなる魔コウの構造も持っている。口の周りの触手には、線毛が生えている、草炭と呼ばれる構造があり、形相や藻類を含む微生物を捕まえて餌とする。これは、 専門の吐いた触手が口を囲んで配置したもので、全体をまとめて触手感をなす。触手感は完全に動物体の内部に引き込むことができる。三号様のコナコストジイチゴケムシの触手触手感はこの動物のよく目立つ特徴であるが、その形には大きく二つの形がある。一つは円形に配置するもので、もう一つはそれが大きく曲がって U 字型になったものである。 前者は主に解散である裸のドズナと、京のドズナに見られ、後者はすべて炭水産の縁のドズナにのみ見られる。ただし、縁のドズナのフレデリチェラカは、例外的に円形の食手感を有している。裸のドズナや、京のドズナに見られる円形の食手感では、その内側は例えばイソギンチャクの口番のような、広い面を持っておらず、食手のより集まったところに口が開く。 縁のど綱の有字型の触手間では、有字の底に当たる部分に口が開き、その両側の触手の列が大きく同一方向に伸びたような形になっている。肛門は触手間のすぐ外に開く。縁口砂では、有字の底、口のある位置近くに開く。触手は繊毛に覆われていて、繊毛を使うことによって水流を作り、餌を口まで運ぶ。 炎の土類の触手管外行動物は小さすぎるため、きちんとした呼吸器系や循環器系を持たないが、神経系や骨格系は持っている。骨格は結晶学的解析によると、法解析や荒れ石に似た構造が見られる。消化管は U 字型に湾曲しており、陰頭から食道を通り、粉紋、毛脳、有紋と三つの部分に分かれた家と続く。 有問から省庁を経て、直腸肛門につながっている。ある種では、噴門の前に左脳がある。消化関係は、小虫がそれぞれ持つ器官であるが、軍隊を作る時に再構成される。多くの外行動物では一部の若い途中しか、消化機能を持たない。大きさが小さいために、外行動物には循環系がない。ガス交換は、体表全体で行うが、 特に触手の部分で盛んである。裸のドズナでは、軍隊を構成する、小虫に多形が見られる例が多い。触手を持ち、餌を取る、普通の小虫を、コチュ中という。これに対して、特殊な形になったものを異形ュ中と呼んでいる。以下のようなものが知られる。軍隊内の小虫はすべて無性生殖によって増えた。もののため、遺伝的に同一である。そのため、自ら繁殖しない。 小虫も他の小虫の繁殖を助けることによって次世代に遺伝子を残すことができると考えられる。すなわち、小虫の機能文化は社会性昆虫のカースト文化などと同様に血縁等汰によって説明することができる。一部の例外を除いて外行動物の小虫は私有動体である。外行動物は無性生殖も有性生殖も行う。有性生殖では キホなうてス妖性などの妖精を生じる。無性生殖では、新しい小虫を出荷によって形成することにより、軍隊が大きく成長する。軍隊の一部が壊れることにより、それぞれの破片が成長して、新しい軍隊となる場合もある。このようにしてできた軍隊は、軍隊外の小虫同様にクローンである。エンのドズナでは、無性生殖により、9目が形成される。 これは2枚の基地室の殻に包まれたもので、耐久性があり、冬をこれで乗り切るほか、水鳥の足などにくっついて、分布を拡大するにも役立っているとされる。なお、妖精が変態したり、9目が発芽して生じた、最初の小虫のことは、初虫と呼ばれる。ほとんどの外行動物は海に生息するが、淡水中に生息する種類も70種ほど知られている。水中では、砂地、岩地、 貝殻や木、海藻の上など、どのような場所にも存在する。しかしある種は、硬い気質の上では育てず、堆積物上で生活する。また、8200メートルもの深海で生息する種も、いるが、多くは、浅い場所で生活する。多くの外行動物は固着性で自分では動けないが、一部の種は砂地を刃うことができ、単独で動き回りながら生活する種もある。また、 南極海を漂いながら生きる種もいる。外行動物の軍隊は数百万匹もの個体が集まってできることもある。個体の大きさはミリメートル以下だが、軍隊の大きさは数ミリメートルから時には数メートルにも達する。一部では、軍隊を構成するカッコ虫に機能文化が見られる。餌を集める通常の個体に対して、軍隊を指示、強化する小虫や掃除をする。 小虫もいる。一方、外行動物自体は、ウニや魚の餌となっている。炭水産の縁のドズナには特殊な寄生虫として、南方シムシのブーデンブラキアが知られている。フサコケムシや、ホンダワラコケムシなど、多くの種類が、人工的な基盤上によく繁殖する。イケスに繁殖すると網目を詰まらせ、あるいは船底に付着して、船足を止めるので嫌われる。 炭水産の大マりコケムシは巨大なゼラチン質の軍隊となって水中に浮遊し、人を驚かせることがあり、また水質悪化を招く場合もある。一部の種は毒性を持ち、魚婦の皮膚病の原因となる。フサコケムシブーグラネリチナは抗がん剤になりうる、細胞毒性を持つブリオスタチンという化合物を生成するとして注目を集めている。外行動物の化石は、 オルドビスキ初期以降の窒素から発見されている。オルドビスキの海底生態系の中では主要なものの一つで、現代の外行動物と同じように堆積物の固定化や深海底での食物源として重要な役割を果たしていた。3億5400万年から3億2300万年前のミシシッピキには、外行動物の外骨格はほとんどの石灰岩のもとになっている。 これまでに1000種以上の外行動物の化石が見つかっている。カンブリアキも外行動物は存在していたと思われるが、骨格が柔らかかったか、その他の理由で化石が残っていない。外行動物の化石の多くは、鉱物質の骨格である。小虫の骨格は、缶状のものから箱状のものまで様々な形であるが、専門で餌を取り込むための開口がついている。 オルオビスキの外行動物の化石のほとんどには穴が開いているのは見られないが、固中同士が上皮細胞でつながれていた証拠が見つかっている。外行動物の進化上の最も大きな出来事の一つは、石灰質の骨格の獲得と触手の構造の変化である。硬い外骨格を獲得することによって、固中同士はより接近することが可能となり、軍隊としての進化が始まった。 なお、化石が得られるのは、裸のドズナのみであり、縁のドズナの化石は発見されたことがない。この類は古くは、サンゴなどと共に、食虫などと呼ばれたが、その内部構造などが明らかになると、間違いなく動物であり、しかもサンゴなどより、はるかに複雑な構造であることが判明したことから、独立に扱われるようになり、エーレンベルクによりコケムシ類とされた。 当初は、鈴子ケムシ類もこれに含めたが、両者の違いが、はっきり理解されるに従い、それぞれ独立した群とみなされるようになった。外行動物の名は、鈴子ケムシ類との関連で、コケムシ類の場合は、肛門が食手管の外にあるのに対して、鈴子ケムシ類ではその内側にあるため、この類を、内行動物と呼んだのに対比させたものである。構造と生活様式の類似性から、 外行動物は、かつては外行動物と内行動物の二つのアモンに分かれると考えられていた。また、有林動物をこの仲間に入れる研究者もいた。しかし内行動物は対抗を持たず、螺旋乱発が行われるのに対して、外行動物は対抗を持ち、放射乱発が行われる。また、分子生物学的な研究によっても外行動物と内行動物の系統的な位置は、 離れていることが示された。これらのことから、現在では、内行動物は150種ほどが含まれる、独立の門とみなされている。外行動物は、裸のドズナと、京のドズナ縁のドズナの3項に分類される。このうち、縁のドズナは、他の2項と似た点も多いが、相違点も多いため、異なる系統に属する、可能性も示唆されている。ありがとうございます。